は札幌占い美容師さん山口の後藤です。で今回は、ちょっとウィッグがねこんないろんな色がついてるウィッグしか今ちょっと用意できなかったので、何をやるかというとカラーシャンプーです。こちらスローから出た新しいカラースローのカラーシャンプーのアッシュです。でこちらはまあ、ムラシャンって言われてる、アレスのムラシャンですね。ちょっと見えますでしょうか、ね、はい、アレスのムラシャンとこれ検証してみたいと思うんですよね。で、今ブリーチがねちょっとまだらになっちゃってて、まだらっていうか色を入れちゃっていろいろ検証した後のウィッグなんで、ちょっとこの辺を使ってやりたいと思います。まずこちらのスローの、カラーシャンプーなんですが、これは多分ねオレフィンが入ってるんで、まあカラーシャンプーっていう感じは僕は聞かなかったんで、あでもシャンプーって書いてますね。はい、シャンプーですよ、すいません、あシャンプーって書いてましたね。スローカラーシャンプーアッシュだ、うん、カラシャンですね。で色が結構ちょっと見てみたいと思うんですが、色味が結構ですね、濃いという感じが印象を受けました。でちょっとこれで見ていきたいと思うんですけれども、ちょっと僕手に出しますね。こんな感じで結構濃いめの色です。匂いがねちょっと独特な香りをするかなって感じがしました。まずつけましょう。ここにちょっと手で塗っちゃいます。はい、ここに、はい、これはスローですね。はい、ちょっと緊張する部位がちょっとあまりなくて、この上と下でしかちょっと今できないんですけど、こんな感じですね。まあ多分このちょっとこの香りはなぜこの匂いになったかわかんないですけど、まあ、ブリーチ後とかに、まあ、残臭を取るためにちょっと香りを強くしたのか、うん、結構香りはちょっと強めで好みはちょっとあるかもしれないですね。うん、ちょっと好みが出そうな感じの香りではあります。はい、こんな感じでですね、はい、ここにつけときます。こっちがスロー、色はこうですね。はい、で今度は、アレスの方ですね。はい、アレスのムラシャン、アレスのムラシャンはこちらですね。こんな感じ、はい、出します。はい、ちょっと色が薄めの感じなので、はい、ちょっとこっち塗っていきます。こんな感じに塗ります。ちょっと上と下で混ざっちゃうんですけど。まあ、こっちはそんなすごい匂いはしないですね。はい、こんな感じです。はい、で、こんな感じで上がスローのカラーシャン、下がアレスのカラーシャンになります。でこの2色を比較しても結構色違いが分かると思うんですが、上の方は結構濃いめの、色です。で下が、アレスのムラシャンはちょっと薄めの感じの色です。まあ、見た感じ多分ですね、かなりハイトーンの、3回以上ブリーチしてる髪の毛だったら結構このスローの方は強く入るんではないかなって気がします。で先ほどちょっと流してみたんですけど、かなり白っぽくなりました。でこのブリーチの状態で白くなるので、かなり3回ぐらいブリーチした毛だとかなり強みに出るのかなっていう感じがします。でこっちはどっちかっていうと、アレスのカラーシャンプーの方がマイルドな感じになります。はい、ちょっとな濡らしてみましょうかね、これをね。ちょっと待ってください。ではこれをちょっと濡らしてみたいと思います。で下の方からちょっとやっていきますね。まあ、実際ちょっと流した方がいいんですけど、今ちょっと時間がないので、毛先のなんか雰囲気の色合いだけちょっと見ていただきたいなと思います。ざっとなんでちょっと完全な色ではないんですけど、
はい、こちらが、アレスの方ですね。でこれがスローの方です。よいしょ。今時間としてはほぼ置いてない状態なんで、はい、こんな感じです。結構ね、前回のスローの、あのホワイトっていうカラーがあったんですけど、あれも意外とあの色がしっかり強めで結構馬力があったかなと思うんで、今回のカラーシャンプーもちょっと馬力強めに来たのかなって、まあ、今までちょっとスローのカラー薄いって言われてるところもあったので、まあ、このようにですね、結構ハイトーンに使う場合は、スローのカラーの方が結構このような感じになります。でこっちの方は、アレスの方ですね。結構色違うの分かりますでしょうかね。かなりこのスローカラーの、カラーシャンプーの方が色がしっかりめに入ってますので、ブリーチの度合いをちょっと少なめにしてこれでもいけるのかなって感じがしますね。であとこっちは、アレスさんの方はちょっと薄めなんで、かなりハイブリーチしてからの方がいいかなっていうのが分かりました。差としてはこことここです。ちょっと分かりづらいんですね。こんな感じ、ちょっとドライしてないんで実際分かりづらいと思うんですけど、これがスローですね。でこっちがアレスの方、こっちですね。ちょっと黄色みが残ってますよね。ベースは一緒なのでこのぐらいの感じになってますね。はい。で、一応これで、まあ、実際あのモデルさん使ってやっていけたりとかする時が来ると思うんで、ちょっとそのモデルさんの頭で2色ちょっとあの検証ってのはちょっとできないんですけど、実際使ってやってみたいと思うんで、結構このスローのカラーシャンプー色的には面白いかなと思うんで、まあ、自宅で使うにはいいかなと思います。うん、ただあの結構爪とかついちゃうとね、あの色ちょっとついちゃったりとかするん でこのスローの方はスローの方はまあ、ちょっと違いとしては染料がちょっと違うかなと思いますね。あのこのアレスの方はアレスの方とこっちの染料がちょっと違う気がしますね。染料、うん、このスローの方は、塩基性と HC 染料を使っています。でこっちアレッサの方はちょっと違うのかな。はい、こっちはちょっと違いますね。はい、ちょっとまあ染まりままこっちの塩基性の方が早いかなと思って、HC 染料と塩基性が入ってますね。はい、青と、塩基性が青99と、赤76、塩基性の16ですね、茶色16。うん、そうですね。HC 染料の青の2と塩基性の青の99と塩基性の赤76と塩基性茶色の16、うん、それが使われてるって感じです。こっちはまああの色としてはちょっと、染料としてそんなにこう攻めてる感じじゃないので、ちょっとこれをねあのスピードで勝負するならこっちのスローのやつ面白いんじゃないかなって僕思うんですよね。でハイトーンの場合はホワイトにすごくしたいとかシンプルにブリーチしてしたいという方はこちらでいいかなと思うんで、これの使い方とかこれからちょっといろいろ試してみたいなと思います。はい、もうちょっと近くで見せましょうかね。こんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、こっちがアレス、こっちが HC 染料塩基性使ってるスロー。はい、あなたは皆さんどちら選ぶでしょうか。こんな感じです。